ようございます。岡崎さん、一つ提案です。今日の放課後はバスケをしましょう。岡崎さんと私の二人です。放課後、グランドで待ってます。私、バスケットボール持って待ってます。私、これでも運動神経いいんです。下投げならシュートだって打てます。ドリブルも立ったままならできます。あれ？そうなんですか？でも。岡崎さんにも知ってほしいです。一生懸命になれることです。いえ、二人がいいです。よし、トモヨにドロンジョだ。
なんだっていいんだよ、もう。人質作戦さ。ほら、よく漫画やドラマであるだろ？少しでも手出ししてみろ。この子が傷つくことになるぜってやつ。それをあいつの持ち物でやってやる。そうだな。原告の教科書なんてどうだ？少しでも手出ししてみろ。この芥川の顔にヒゲが生えるぜって感じでな。そん時は作家の顔が全員ヒゲさ。あいつの持ち物が道連れにできれば本望さ。恐ろしい男だと言ってくれよ。え？やべ、取れるかな？じゃあ行くか。ありゃ？あいつが、やめて！ヒゲはやめてって泣き叫ぶところ見たくないの？それって、また僕がやられるって風に聞こえるんですけど。ふふ、こりゃ僕も落ちぶれたもんだな。親友のお前にまで、そんな風に言われるなんて。ま、土産話期待してなって。う。
でください。岡崎、どこ行くんだよ。面白い方？僕も行くよ。そう言うなよ。教室にいたって一人じゃ退屈なんだ。あんたに言われたくないよ。何か探し物なの？おい、岡崎、それ何？プリプリ。
ぷひ。かわいすぎる。触っても平気かな？噛まないかな？じゃあ触ろう、撫でよう、抱こう。逃げんなよ。こら！ぷひ。のほう！ついでってなんだよ！あー、いてて、なんてもんが飛んでくるんだ。当たりどころが悪かったら死んじゃうぞ。ていうか一体誰が。なんだよ。遅いっす。ぷひぷひ。ったく、うちの子に何する気よ。私のペット。ぷひぷひ。かわいいでしょ。あんたの目、節穴にビー玉詰まってんの？これのどこが犬やタヌキに見えんのよ。
ウリンコよ。殺すわよ。ウリンコ。それとも、ウリ坊の方が馴染みあるかしら。イノシシの子よ。プヒプヒ。何を？そうよ。ぷい？言いたいことがあるなら、はっきり言いなさいよ。大まじよ。あ、名前聞きたい？めっちゃくちゃ可愛いわよ。ボタンっていうの、めっちゃプリティでしょ。うん？なんて？いでで、鼻っ面が焼けるように痛いぞ。ああ。ところでボタン鍋がどうしたって？味噌なら寮に戻らないとないよ。それとさっき僕蹴られたみたいだけど、靴の底と一緒に薄い水色のが迫ってきたんだ。あれってきっとパン。忘れろ！そわーっ！聞こえた？私に会いに来たんでしょ？ぷいぷい。そうなのよね。あのね、ボタン、私まだ帰れないの。ぷひ。
だから、家でおとなしくしといて。ぷひ。学校終わったらすぐ帰るからさ。ぷひ。大丈夫。家まではこいつがちゃんとついてってくれるから。この子、散歩大好きだから見張ってないとどこに行くかわからないのよ。だから監視役。どうせ授業なんて聞いてないでしょ？だったら、ちょっとは人のためになるようなことした方が有意義ってもんよ。つべこべ言わない。言ってくれたら、今日のお昼おごるから。大丈夫。ちゃんとボタンが案内してくれるわよ。あんたは車とかカラスとか目つきの悪いパン屋のおっちゃんに気をつけてくれればいいだけ。そんなの決まってんじゃない。あんたの寿命が著しく短くなるだけよ。食堂にあるものならね。私が学校にいるうちに帰ってくればね。ぷひ。置いてかれるわよ。5分もすれば目覚ますわよ。物騒なこと言ってんじゃないわよ。
ボタンはちゃんと送り届けてくれた？そう、ありがとう。じゃあ約束だし、お昼おごってあげる。あ、言ったと思うけど、食堂限定だからね。あ、なんで？今はって、日変わったらおごんないわよ。なんか、怪しいわね。岡崎、やっと戻ってきたかよ。